どうも、ありがとうございます。今回はね、ちょっと今日記念日なんでね、まったりとした動画をこのチャンネルで、ね、投稿させてください。本日は2021年の、梅おいで、2021年の、6月1日なんですが、9年前、2012年の、6月1日がですね、このチャンネルの開設記念日なんですよ。初投稿した日なので、丸9年が経ちました。おめでとう、俺。あの初期から見てる方は、まあ、俺もそうですけど9歳も年を取ったんですよ。みんなすいません、ご飯を冷凍ご飯を温めてたのが今チンされてちょっとピーってなりましたけど、でですね、まあ、9年経ったので何かちょっと記念にね、頑張った自分にご褒美を買いたいなと思って買ったんですよ。それをみんなに見てもらおうと思って、ただの、欲しかった私物なんですけどね、それがさっき届いたんで、おいで、おいでよ、おいでよ、これは梅、梅だよ。先日ね、ちょっと捨て猫を拾うことになって家で飼っている梅でございます。生後1ヶ月ぐらいらしい。めっちゃ可愛いでしょ。ちょいちょい、ね、動画でも喋って、なんだよなんだよ梅ちゃん、ほら、あー梅、梅ちゃんご飯に詰まって、ちょっと待ってね、ごめんね、ちょっと待って。はい、でね、それが届いたのですぐ分かりました。開けないとね、ああ、いえ、届きた。こんな全然大きいもんじゃないんですけどね、すごいしっかりした段ボールに、ね、届いてて、何ももらえないと思って梅は去っていきました。よいしょ、あ、届いてる。ちょっと住所が書いてあるからね、奮発しちゃった。奮発しちゃったよ。私ですね、服とかアクセサリーもブランド物ってほとんど持たないんですけど、昔お世話になった方からですね、時計とあれ、時計と財布と靴はお金をかけなさいっていう教えをされてるんですね。で、靴に関しても、まあでもそれでも普通にニューバランスとかの靴ですけど履くのは、でもその中でもちょっと高いやつ、値段がするやつを買ったりしてて、で普段は全然服とかもね、 GU とユニクロしか着ないんですが、今回時計をね新しくしたくてで買ったんですよ。たまたまネットで見てたやつで、ポールスミスっていうブランドがあるんです。昔ね、財布を使った時期があるブランドなんですが、こちらポールスミス、おしゃれですね。でもこっち緑なんだけど、こう色がねすごくなんか色使いが好きなんですよ。そう、好きで、まあ、って言っても財布しか使ったことないんですけど、ポールスミスの時計ですごく素敵なもの、デザインのがあったんでね、それを買いました。9周年記念でね。で、まあちょっとご存知の方もね、ポールスミスはこういうグラデーション、グラデーションでもないね、これね、こういうカラフルなカラーを使ったものが結構多くて、ただザ・ポールスミスっていうカラーのものはあまり使わないんですけど、今回こちらの、わかったよ、時計を買って、入れ物おしゃれですね。じゃあ行きましょう。行きます。じゃん、反射してる。反射してるね。こちらなんですが、ちょっとピントが仕事しないね。画像出しましょうか。これ世界地図になっててですね、すごい一目惚れしちゃったんす、デザインに。すごい良くて。そう。で、値段ね、どうせまあバレるんで言うと、税込みで7万円ぐらいするんですけど、まあそのね、さっき言ったように時計と財布と靴はね、お金を渋っちゃいけないよっていうのを、なんかそれは結構、すごく本当先、尊敬する先輩なんですよ。営業マンの時の所長が言ってたんですけど、だから、そっからね、今回もそれを思って大事にしようって思って買いました。じゃん。どうですか？似合ってます？あんま普段時計つけないんですけど。イェイ。まあ、自分の中ではね、すごい高い買い物しちゃいましたけど、あ、でもね、つけ心地もすごいいいですね。すごくいい。じゃあちょっとこれを大事に使っていこうかな。
だから初心に帰るっていうか、思い出せたらいいですね、これつけね。で、まあ、最後にちょっと披露したかったら今回これなんですけど、梅どう？いい感じ？また来たね、梅ね。なんか、まあ、最後ちょっとサクッとだけ、まあ、9年振り返るとですね、まあ、いろんなところで話をしてるんで、梅おいで。やっぱすごく楽しいことだけじゃなかったし、なぁ、梅。いろいろ、まあ、ほんと1年目とか2年目すごい叩かれて、大変だったこともありましたけど、でも今こうやってね、たくさんの方に、まあ、見ていただけるっていうかな、知ってもらえるようになって嬉しいよね。こう自分がよく言うことですけど、なんか自分自身のこの活動とかこの自分の姿が学生にとって、まあ、学生のね見るチャンネルなので学生の教材になったらいいなって思うんです。去年あの常連再陸に出させてもらったのも、まあ、10年ぐらいずっと言い続けてた夢だったんですよ。あとこのチャンネルでね、まだ叶ってないですけど、日本でその無料で勉強できる、まあ、よくフリーラーニングなんていう言葉を使うんですけど、自分はその無料で痛いな噛んでるよ、あの無料で勉強できるっていう選択肢を当たり前にする、それもまだねそれに関してそんな無理だろうっていう方もちょこっといるんですけど、でも9年前に比べたらきっとね、いや確かに叶うと思いますよって言ってくださる方、多分今これ見てくださってる方の中でもいらっしゃると思って、だから継続すればどんなにね、無理だと言われる夢だったとしても叶う可能性あるんだよって。だって夢は叶うまで、ね、手にゲットするまで追いかければ叶うんですもん。あとは寿命との問題だから、寿命との勝負なだけなので、なのでなんか自分のこの姿を見てちょっとね、皆さんが持ってる思いとか夢とか目標っていうものに関してちょっと心が折れそうになっている時にもうちょっと踏ん張ってみようかななんて大丈夫思ってもらえたらいいなと思ってます。まあそんな感じで、あの10年目が始まりますけど特に変わらないんですが、まあこれからもねまったりと、授業動画だったりとか、何か顔出して話す動画とか撮っていきますので、動画投稿した動画を全部が全部見てくれってわけではないんですが、まあ、本当気が向いた時に思い出した時にフラッと寄ってもらえればねいいなチャンネルだと思ってますんで、よかったらこれからもよろしくお願いします。あ、時計はやめてください、梅さんごめんなさいね。ではこれからもよろしくお願いします。あの今日ね、夜記念の雑談ライブもやりますので、ケーキ食べながら雑談する予定なんですけど、よかったらねそっちも9時半かやりますからね、よかったらそちらも遊びに来てください。私も出るかもよっつってね、じゃあ梅バイバーイってバイバイじゃねー。本当ありがとうございました。